の先生、もうちょっとゆっくりやってもらえませんか？今んとこ難しくてよくわかんなくて。何言ってるの？予習していれば簡単な問題じゃない。すみません。何をボケっとしてるの？すみません。せっかく12人になって勉強に集中できると思ったら、こんなことじゃ志望校になんか受からないわよ。あの先生。何ですか？本当にうちのクラスでは卒業制作作らないんですか？あんな無駄なことをしたいの？あなた。そういうわけじゃないけど。だったら余計なことを言ってないで受験に集中しなさい。それとも何？今ここにいない怠け者の仲間に入りたいの？彼らがあなたたちを何て呼んでるか知ってる？ガリ弁、ごますり、オタク、育児なし。ブスでモテないから勉強するしかないじゃんよ。所詮負け犬の遠吠えだけど、そんなこと言わせといていいの？悔しかったら志望校に受かってあいつらを見返してやりなさい。